今季は2月以降3月に巨人の若林明弘と日本ハムの郡拓也、6月に巨人の松原聖也と西武の若林学徒、7月にソフトバンクの野村大樹と西武の斉藤博正の合計3件のトレードが行われました。一軍で本来の実力を発揮しきれずにいた選手たちが環境を変えることで本来の力を発揮するケースは多々ありますが、トレード期間が終了し8月も半ばに差し掛かるこの時期、実力を発揮できずにいる選手たちによぎるのは戦力外の3文字です。昨年は高山、北条、板山たち中堅勢が戦力外となりまして、今回は今オフの阪神の戦力外候補9人について検証していきます。1人目、秋山拓実、33歳、西条高校、2009年ドラフト4位。1人目の候補は秋山拓実投手です。平均球速は約140キロと速くないものの、高い制球力とカットボール、シュート、カーブ、フォークを織り交ぜた投球術で打者を打ち取っていく先発右腕です。高卒1年目には無四球完封勝利を含む4勝を挙げ、将来のエース候補と期待されますが、その後5年間はわずか1勝と伸び悩みます。しかし2017年、オープン戦からアピールを続け、開幕から1軍の先発ローテーションに入った秋山は抜群の制球力で安定した投球を1年間続けます。自身初の規定投球回到達を果たし、防御率 2.99、 12勝6敗の好成績を残します。2018年、2019年は膝の怪我、手術の影響で活躍できませんでしたが、2020年に復活、規定投球回に8イニング足りなかったものの、防御率 2.89、 11勝3敗をマークしました。翌2021年も24試合に登板して防御率 2.71、 10勝7敗の好成績を残します。ここまで通算3度の2桁勝利を達成するなど実績十分の秋山ですが、直近3年間は右膝のコンディション不良もあり、ボールに本来のキレがなく、思うような結果が残せていません。2022年が防御率 5.48、 1勝3敗、2023年が防御率 7.45、 0勝1敗と数字も悪く、序盤で打者に捉えられ大量失点してしまう場面が多く見られました。2024年シーズンはここまで1軍登板はなく、2軍でも防御率 6.40、 2勝5敗とピリッとしません。在阪メディア関係者は、秋山はコントロールが良く、投球術は他の選手と比べてもレベルが数段上、昨年は2軍で大活躍してウエスタン最多の8勝を挙げましたが、1軍首脳陣と馬が合わないため登板機会に恵まれませんでしたと言います。さらに球団関係者は、秋山は気持ちが切れかかっているようですが、ストレートとシュートとカットボールの出し入れは一流です。ある程度先発で計算できるタイプで、若手の手本となりアドバイスもできるから、他球団からトレードの申し入れが来ている、移籍して環境が変わればもう一花咲かせることができそうですと語ります。阪神で一旦戦力外となった後、他球団から声がかかりそうな存在です。2人目、片山優也、30歳、刈谷工業、私学館大学短期大学部、福井ミラクルエレファンツ、2018年育成ドラフト1位。2人目の候補は片山優也選手です。片山は50メートル走 6.1 秒の俊足と、二塁送球 1.8 秒の強肩を持ち合わせる打撃型捕手として、独立リーグ福井ミラクルエレファンツから育成ドラフト1位で阪神へ入団しました。1年目の2019年には2軍春季キャンプからアピールを続け、当時の平田勝雄2軍監督から春季キャンプ MVP に選ばれ、7月に支配下選手契約を締結しました。1軍出場は2022年の2試合にとどまり、なかなか出場機会に恵まれませんが、2軍では安定した打撃を見せています。2023年には打率2割8分8厘、 OPS741 の好成績を残し、今シーズンもここまで打率3割1分2厘、 OPS737 と結果を残し続けています。ですが今シーズンも片山に一軍昇格の声はかかっていません。阪神には2018から2020年まで3年連続ゴールデングラブ賞獲得の梅野龍太郎、
2023年にゴールデングラブ賞を獲得した坂本誠志郎という2人のレギュラー捕手がいます。捕手3人体制を敷く場合でも、第3捕手には現状長坂健也が選ばれており、片山が1軍昇格するのは難しいでしょう。梅野、坂本、長坂の他にも坂枝裕樹、藤田健人、中川隼人ら次世代を担う捕手が2軍で控えています。球団の捕手年齢構想の観点から見ても、現在30歳の片山が構想外となる可能性はあります。今シーズンの阪神打線は主力の不調が重なったこともあり低調です。そんな中、打撃を生かすため捕手以外のポジションを積極的にこなし、一軍昇格の機会を伺う片山を一軍起用する機会はあっただけに、試すことすらしない首脳陣に多少の疑問は残りますが、片山には来季構想外にならないためにも、一軍昇格のためにも成績を残し続けてもらいたいですね。3人目、高濱優斗、27歳、横浜高校、2014年ドラフト7位。3人目の候補は高濱優斗選手です。高濱は力感のないしなやかなスイングから広角に長打を放つ打撃が特徴の一塁手です。高濱は2014年ドラフト7位で日本ハムへ入団するも、なかなか一軍で結果を残せずにいました。浮上のきっかけをつかめずにいた高濱は2020年に育成選手として再出発しますが、打撃の確実性に磨きをかけ、同年7月には再び支配下選手へ復帰しました。2軍で打率2割8分2厘、 OPS842 という安定した成績を残した高濱は、1軍公式戦にも3シーズンぶりに出場し、翌シーズン以降の飛躍に期待がかかりました。2021年シーズンには1軍で107試合出場、打率2割6分2厘、 OPS695、 8本塁打とさらなる飛躍を見せ、このままレギュラー獲得かと期待がかかりましたが、翌2022年シーズンは思うような成績は残せず、シーズンオフに交換トレードで阪神へ移籍しました。阪神加入後は本職の一塁手だけでなく外野にも挑戦し、一軍での出場機会を伺うも、2023年シーズンは一軍出場なしに終わります。二軍でも打率1割9分2厘、 OPS541 とプロ9年目でワーストの成績。相当な決意を持って挑んだ2024年シーズン、ここまで2軍で91打席に立ち、打率2割8分、OPS742 と安定した成績を残しているものの、未だ1軍昇格はありません。6月に不動の4番ファースト大山雄介が極度の打撃不振で2軍降格しましたが、そのタイミングで高濱の1軍昇格はありませんでした。このことから現場の高濱に対する評価が高くないことがうかがえます。新たに挑戦している外野に関しても、近本浩二、森下翔太に加え、21歳の前川右京が台頭し、24歳の野口恭介も1軍で出場機会を得ていることもあり、高濱が入り込む隙が現状ありません。今シーズンの2軍成績は悪くないものの、阪神で1軍出場できる可能性は極めて低いため、シーズンオフに戦力外となる可能性はあるでしょう。4人目、シェルドン・ノイジー、29歳、アスレチックス。4人目の候補はシェルドン・ノイジー選手です。広角に鋭い打球を放つ中距離打者として活躍を期待されたノイジーは、2022年オフに阪神へ入団しました。2023年開幕戦に3番レフトとして NPB デビューを飾ったノイジーは、4月12日の巨人戦で来日初本塁打を放つなど、つなぎの打撃でチームに貢献していたものの、6月に入ると月間打率1割5分2厘と深刻な打撃不振に陥ります。審判の判定に過剰に反応する傾向のあるノイジーは、審判のストライクコールに不満をあらわにし、その後のボール球で打ち取られるという悪循環に陥っていました。森下翔太が3番に定着して以降は、6番レフトとして出場するようになり、打率2割4分、OPS623、9本塁打、56打点と、助っ人としてはかなり物足りない成績で1年目のシーズンを終えます。しかし、レフトの守備では強肩と正確な送球を生かし、両リーグ最多の12補殺を記録し、チームに貢献していました。
当初ノイジーの契約延長については流動的でした。しかし日本シリーズ第7戦でチームの38年ぶりの日本一を決定づける値千金の先制スリーランホームランを放つなど、日本シリーズで優秀選手賞を受賞するほどの活躍を見せたノイジーを球団は評価し、減俸で来季契約を締結しました。奮起が期待された2024年シーズンでしたが、ここまでは149打席に立ち、打率2割3分1厘、OPS593、1本塁打と精彩を欠いており、6月28日に2度目の2軍降格して以降、未だ1軍昇格はありません。2軍でも打率2割2分4厘、OPS624、2本塁打という苦しい成績です。昨年から直球に弱いという弱点があったノイジーでしたが、今シーズンもその課題は解消されていません。抜けてくる半速球は打てるものの、145キロを超える直球に対しては力負けしてしまいます。現在は前川右京と野口恭介がレフトのスタメンを主に担っており、どちらもそれなりの活躍を見せているため、ノイジーの今後の出番はおそらくないでしょう。推定年俸も約1億6000万円と高いこともあり、今シーズンで退団となる可能性は高いです。5人目、ヨハン・ミエセス、29歳、レッドソックス。5人目の候補はヨハン・ミエセス選手です。メジャー経験はないものの、マイナーで通算140本塁打を放ったパワーが魅力のミエセスは2022年オフに阪神へ入団しました。2023年シーズン開幕当初に父が急死したため一時帰国するも、再来日後の5月5日、広島との一軍デビュー戦でミエセスはいきなり来日初本塁打を放ちます。岡田彰布監督はミエセスについて、これから上手くなるわ、だって本当の野球したことないやろ、ちゃんと教えていったら大化けする可能性はあるよと、これから経験を積むことで大ブレイクする可能性があることを示唆しました。その後は要所で長打力を示す場面はありましたが、成績は伸びず、打率2割2分2厘、OPS666、5本塁打という物足りない結果で2023年シーズンを終えました。本来助っ人がこの成績であれば1年で退団となってもおかしくないのですが、2軍では打率3割1分8厘、OPS912、2本塁打と素晴らしい成績を残しており、将来性がある点、年俸が外国人助っ人としては比較的安い約7000万円という点、明るい性格でチームのムードメーカーである点を考慮され、ミエセスはチームに残留しました。そして迎えた今シーズン、ミエセスは1軍で打率1割1分1厘、 OPS269、 0本塁打と全く結果を残せず、現在は2軍で調整中ですが、2軍でも打率2割3分1厘、OPS688、4本塁打と安定した成績は残せていません。守備力と走力が著しく低いミエセスは、DH のないセリーグ球団では本来起用しづらい選手です。残りシーズン、打撃で圧倒的な数字を残せない限り、戦力外は免れないでしょう。6人目。鈴木優斗、24歳、鹿屋中央高校、創価大学、2021年ドラフト2位。6人目の候補は鈴木優斗投手です。鈴木は独特な投球フォームから、最速152キロの直球とスライダー、カーブ、チェンジアップ、ツーシームを投げ込む左腕です。大学3年時にメジャーリーグで3度のサイ・ヤング賞に輝いたクレイトン・カーショーの投球フォームを参考にしたことで、直球の球速は148キロから152キロまで上がり、飛躍のきっかけになりました。力強い直球が魅力の鈴木ですが、明白な課題があります。それは制球力です。プロ1年目の2022年2月にプロ入り初のシート打撃に登板した鈴木でしたが、投じた21球中16球がボール、3者連続フォアボールを与えるなど、制球に苦しみ、ベンチで悔し涙を流しました。結局このシーズン、1軍登板はなく2軍で経験を積んだ鈴木でしたが、2軍でも13試合に登板して、防御率 8.06、予視球率 5.96 と不安定な投球が続きました。2年目の2023年は2軍で先発ローテーションに定着し、
21試合の登板で防御率は 3.69 と改善するも、与四球率は 6.07 と悪化してしまいました。今シーズンもここまで1軍登板はありません。2軍で14試合に登板して防御率 4.44、 与四球率 7.77 と課題の制球力は未だ解消されていません。今シーズン阪神の1軍左腕事情は厳しく、先発ローテーションの軸であった伊藤将司が不調で2軍調整中。昨シーズンゲーム終盤の火消し役として活躍した島本博也も不調で2軍調整中。経験豊富なリリーバー岩貞祐太も先日1軍昇格したものの、不安定な投球が続いています。この状況は同じ左腕の鈴木にとってアピールのチャンスのはずですが、この与四球を改善しない限り1軍昇格はできないでしょう。大卒3年目の24歳とまだ若い鈴木ですが、1年目から投球内容が改善しないので戦力外となる可能性があります。7人目、岩田正樹、26歳、九産大九州高校、九州産業大学、2020年育成ドラフト1位。7人目の候補は岩田正樹投手です。岩田は背中をひねった後に右足を内側へ大きく踏み出すインステップのトルネード投法から繰り出す最速139キロの直球と7種類のスライダーが武器の変速左腕です。1年目の2021年シーズンは2軍で8試合の登板に終わりますが、2年目の2022年シーズン、岩田は成長を遂げます。変速フォームを武器に2軍で41試合に登板し、防御率 1.97、奪三振率 9.56 という素晴らしい成績を残した岩田は、同年6月に支配下契約を勝ち取りました。勢いそのままに翌シーズンの1軍昇格を目指した岩田でしたが、2軍で44試合に登板し、防御率 4.85 と精彩を欠き、1軍昇格は叶いませんでした。2023年契約更改時に、ラストチャンスだと思って必死こいてやりたいと思いますと意気込みを語った岩田は、2024年1月、岩貞祐太、伊藤将司、先輩左腕2人が行う自主トレに初参加し、野球の取り組み方を吸収しました。その結果、今シーズンは2軍で33試合に登板して、防御率 1.29、 奪三振率 6.43、与四球率 0.64 という抜群の数字を残しています。しかし岩田は今シーズンもここまで1軍での出番がありません。ここ最近の阪神の中継ぎ投手陣は、勝ちパターンの投手こそ安定感があるものの、ビハインド時に登板する投手が不安定なため、もつれた試合を勝ち切ることができません。そんな状況だからこそ、現在2軍で好成績を残している岩田は1軍で試されるべき選手ですが、成績ほど首脳陣の信頼を得ていないのでしょうか。2軍の成績は申し分ないですが、1軍の首脳陣が岩田の投球スタイル自体を求めていないのであれば、今シーズンオフに戦力外となる可能性があります。8人目、高寺望、21歳、上田西高校、2020年ドラフト7位。8人目の候補は高寺望選手です。高寺は高校通算31本塁打のパンチ力と巧みなバットコントロールを併せ持つ好打者で、遠投110メートルの強肩、50メートル走 6.0 秒の俊足を生かした守備も魅力の内野手です。1年目の2021年シーズンは2軍で経験を積んでいましたが、6月に故障で離脱も経験し、58試合の出場にとどまります。打率も1割6分2厘とプロの投手に対応しきれませんでした。2年目の2022年9月23日に1軍でプロ初安打となるタイムリー二塁打を放ちました。このシーズン1軍では打率1割3分、 OPS453 といい成績は残せなかったものの、放った安打3本が全て二塁打だったこともあり、パンチ力はアピールしました。2軍での成績も打率2割8分、 OPS723、 3本塁打と前年と比べ成長を見せ、高寺は翌シーズン以降の飛躍に期待がかかりました。しかし3年目以降は1軍出場はなく、2軍での成績も2022年シーズンを超えることはできていません。
今シーズンは正セカンド中野拓夢の不調もあり、一軍昇格のチャンスではありましたが、8月6日時点で打率2割6分5厘、OPS643、0本塁打という二軍成績では昇格は難しいでしょう。まだ21歳と若く、将来性もあることから、今年すぐに戦力外になるとは考えにくいですが、戸井玲治、山田修也、桃崎葵など、高寺より若い高卒野手がこの2年間で入団しているので、このまま伸び悩んでいると、どんどん立ち位置が危うくなっていくでしょう。9人目、井上康太、22歳、履正社高校、2019年ドラフト2位。9人目の候補は井上康太選手です。井上は高校通算49本塁打を誇る長打力が魅力の外野手です。高校3年夏に出場した甲子園大会で3本塁打を放つ大活躍を果たし、決勝の星稜戦では現ヤクルトの奥川泰信から逆転スリーラン本塁打を放ち、履正社初の甲子園優勝に大きく貢献しました。プロ1年目はチーム方針により2軍の4番打者として試合に出場すると、打率2割2分6厘ながら9本塁打と長打力を見せました。この活躍を受け、10月1日にプロ入り初の1軍昇格を果たすと、11打数1安打と結果は残せなかったものの、プロ初安打初打点を記録し、翌シーズン以降の飛躍を期待されました。2年目以降も主に2軍での出場を続けた井上ですが、課題のコンタクト能力を解消できず、2軍でも三振率3割を超えてしまうシーズンが続いてしまいます。安定感を欠いた打撃では1軍で結果を残すことは難しく、2021年は1軍出場なし、2022年は5打席に立ち安打0本、2023年は打率2割2分9厘本塁打0本と伸び悩んでいます。2023年7月には打撃の確実性を増すためにノーステップ打法を取り入れた井上は、2024年シーズン2軍で好調をキープし、5月10日に1軍昇格を果たします。昇格当初は効果的な安打でチームの勝利に貢献していましたが、好調が続かず、5月27日には登録抹消されてしまいます。今シーズン2軍では打率2割9分、OPS773、5本塁打と安定した成績は残していますが、1軍出場した4シーズンでいずれも三振率4割を超えている井上が、1軍のレギュラー争いに割って入るのにはまだ時間がかかりそうです。22歳という若さで戦力外ということは考えにくいですが、同じ外野手で21歳の前川右京、24歳の野口恭介が一軍出場を増やしていることもあり、井上の立ち位置は厳しくなっていくでしょう。戦力外になりそうな選手についてご意見がありましたら、コメント欄で教えてくださいね。この動画が面白いと思ったら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日も動画を見てくれてありがとうございました。